俺の笑顔は俺のもの、みんなの笑顔も俺のもの。どうも皆さんこんにちは、アマジャイアンです。本日なんですが、俺皆さんにオンチって言われるんですよ。それでオンチの一日のモーニングルーティーンつって、オンチの一日のモーニングルーティーン撮ってもらったんですよ。なんで今日はそれを公開します。それではどうぞ。ちなみにこの動画、次の本当にあった怖い話のフラグになってるんで、皆さん見てみてください。どうぞ。ぶつかってぶっ壊して前に進んでけばいいさ。朝か。誰だこの歌うまいの。いや俺の声か。よし今日も一日頑張りますか。おはよう。朝は歯ブラシをしよう。やっぱ歯ブラシは健康にいいことなんで続けてます。このない高い壁はぶつかってぶっ壊して、前に進んでけばいいさ。わー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 。歯ブラシ終わり。よし、お母さん朝ごはんいただきます。よし、今日の朝ごはんはそうめん。いや最高じゃん。今日誰の YouTube 聞きながら食べようかな。この人の YouTube 聞こうっと。そうめんうまっ。いや、でもこれ歌ってる人もうまいっすね。そうっすね。じゃあ学校行ってきまーす。よし、物を忘れてきた。みんなに歌を聞かせなきゃいけないんだ。打ちのめされて立ち上がれない日もある、下さえ見えない日だってある。時間やばい、行かなきゃ。ただいまー。よし、コロナ新しい株流行ってるし、手を洗ってうがいしよう。その前に歌いまーす。朝の続き、朝の続き、なんだっけ。勉強は少しします。なぜなら勉強を終えてみんなの前で歌うためでーす。もっとあの恋がしたくて、こんなはずじゃなくて、初めては全部。今日は一日の反省をしよう。今日は朝からでかすぎた。夜もでかすぎた。明日は頑張ろう。反省じゃなくて、一日への反省じゃなくて、歌の反省でーす。今日は一日もう疲れたから寝るわ。おやすみ。ちょ、電気してくれない？ありがとう。ありがとう。もっとあんな恋がしたくてこんなはず。これで音痴の一日は終了。ただそれだけだと思われた。しかし事件が起きていた。いやいやいや。